よし、ここまで来たんだ。あとはオルドリックを倒すだけだ。ああ、そうだノア、この戦いを終わらせよう。時間を与えるわけにはいきません。一気に本陣まで突入してください。ここでオルドリック公爵を倒せば帝国軍は総崩れになります。お願いします、ノア殿、セイ殿。ああ、行こうノア。うん、みんなのために絶対にやり遂げてみせる。さあ行くぞ。勝利を目指して本陣へ行くよ。総司令官を倒せばこの戦いは勝利で終わる。ではゴブーンを、同盟軍リーダー殿。同盟軍の突入した部隊が近づいています。オルドリック様、こちらへ。うん、すでに来ているようだな。オルドリック！おお、帝国を裏切ったケースリング家の小僧と、そっちは同盟軍のリーダーノアと言ったな。何用だ？オルドリック、お前をここで倒す。私の首を取るというか、私には大義がある。この世界を、歴史の歩みを先へ進ませるという大義がな。レンズによる力を解明する、それは人類の歴史の先行きを照らす光になるのだぞ。そのために人の命を犠牲にする、そんなことが許されるものか。この戦いを終わらせる、今ここで。ノア、セイ。すまんな、アインディヒ、ここは任せる。リョイニ、あなたに救われたこの命です。あなたのために使うこと、躊躇なぞありはしません。その忠誠、忘れぬよ、永遠に。身に余る光栄です。待て、オルドリック！これより先、この帝国将軍アインリッヒが一歩たりとも進ませる。我は公爵の盾、我は公爵の剣、この身もこの命も我が全てをかけてここは通さる。やるしかない、セイ。ああ、よっしゃ、戦いだ。さあバッチリ戦ってこい。Thank you.
バカだ。合わせるよガオ。うわそら腕はなまってないぜ。さあ撃せろ。くらえ。
あんたと戦えてよかったぜ。終わったな。このような、まだ頑張らねばな。よし、オルドリックを追うぞ。それはさせる。レンズを。何を。これは、これはレンズの輝き。我が身に眠るレンズ、その力。体の中にレンズが。それは人の身に余る力。レンズの力なぞなければ、私は我が愛する人を、家族を、この手になど。だから公爵様の道を阻ませたりはせぬ。我が忠誠を永遠に。これは制御リングで自ら魔力の暴走。ダメだ、引くぞ。すまない、オルドリックを逃した。ですが帝国軍は退却を始めています。それってつまり我々は勝ったということです。だがオルドリック公爵は、ゴルドウィン将軍の離反で帝国軍の中にも動揺が走っています。場を見るに長けた公爵です。ここに踏みとどまることはできないと知ったのでしょう。勝った、みんなを守れた。さあ胸を張って戻りましょう。勝者の帰還です。ああ、いいね。勝利の美酒ほどうまいものはない。完璧な到着です。いつも通り失敗なし。やったね、ノア、セイ、勝ったんだね。ああ、メリサのおかげさ。うん、世のおかげというわけだ。ゴルドウィン将軍。セイ・ケイスリング中尉、君に感謝しなければならない。オルドリックが行っていた抱きすべき実験、そして皇帝陛下に対する強行を暴けたのは君の行動があってのことだ。光栄です、将軍。エレクトラ将軍、ご無事でしたか。本当に良かった。ノールスター領内にて残兵をまとめ、近隣に伏して時を見ていた。ギリギリのタイミングではあったがな。
こちらも軍師殿の差配か。同盟軍リーダーノア殿、私と志を共にしてくれるドラゴニュート戦士を同盟軍に参加させてほしい。もちろん、ヴォルディスさん。でも、どうして味方してくれたの？ペリエール城の高潔なる精神を見ました。今は過去の自分を恥じるばかりです。多くの力が、思いがここに集まりました。それが今回の勝利を呼び込んだと考えています。戦いはまだ続きます。ですが今は他にやるべきことがあります。やること？ああ、そうそう、それが必要だよ。なんたってこっちはずっとキャンプだったんだし。ああ、そうだね。今はみんなの期待に応えるべきだ、ノア。同盟軍のリーダーとして。そうそう、勝利の宴、パーティー、大宴会。下ではもう準備万端らしいわよ。そうだな、よし、全員で出陣。何用でしょうか、ヴォルディス殿。残念な話を伝えねばなりません。一体何を？サラス・バーラント殿は帝国に捕獲され獄死しました。バカな。サラス様が必ずお助けすると誓ったというのに。そんな。ですがサラス殿はオルドリックに問われたこの城の場所を最後まで口を割らなかったと聞きます。それで帝国の進軍は一週日は遅れた。おそらく彼もまた混乱の中で行った自分の行いを恥じていたのでしょう。それがなければ今日のこの勝利はなかったかもしれません。将軍。平時のサラス様は民を案じていた。我らに目をかけ心を砕いてくださった。確かに苦境において我を忘れたのは否めないだろう。だが本来のサラス様は私の知るサラス様はそういう方でしたから。ここにいたのね、ノア。まだパーティーは続いてるけど、もういいの？ああ、ガオーやサビーネさんやコゲン将軍から逃げてきたんだ。みんな大喜びだったものね。それで、どうしてここに？珍しい。まだ、お礼を言ってなかったな、と思って。礼？エルティスワイステのあの時の私の頼みを聞いてくれた。抵抗の軍を作ること、そしてそれをここまで立派にやり遂げてくれた、そのお礼をね。ありがとう、ノア。
いや、改めて言われると。それに俺も君が背中を押してくれたから今この時があるのかもしれないって思う。感謝するよ、ありがとう。ペリエール？私の好きだった人に似てる気がしてたんだけど、よく見たら全然違ったわ。え？な、何それ？それじゃあ、おやすみなさい。明日は改めてみんなの前で勝利報告よ。いいセリフ考えておきなさいよ。それじゃ、おやすみ。ああ、みんな聞いてくれるかな。この前の時とは状況が全然違うからな。ちょっと悲壮な感じだったもの。そうですね。みんなの努力、みんなの勇気、みんなの闘志が帝国との戦いを勝利へと導くことができた。その喜びをみんなで分かち合いたいと思う。本当に勝ててよかったよ。まだ戦いが終わったわけではありませんが。でも今は勝利を喜んでもいいんじゃないかな。そうですね。それじゃ、ノア殿、皆と共に勝利宣言を。ノア、頑張れ。勝利かよ。だが、それで気を抜いてくれたおかげでやっとこの機会が得られたぜ。ペリエール！何が起こった？誰が？賊はそこだ！それで、ペリエールは？もう3日目だぞ！それが…嘘だよね？ペリエールが…そんな…ないよね？手を尽くしましたが、矢に解毒の術がない特殊な毒が塗られていたようで。嘘？そんなこと。なんだって、あの子が。あのお嬢さんがこんなところでそんな話があってたまるか。ノア、ノアさん。ペリエールは？お嬢様が
あなたを呼んでほしいとおっしゃってます。来ていただけますか。わかった。ノア、ベリエール、何そんな顔してるのよ。どうして、どうして俺なんかのことを。うぬぼれないでよね。私が守ったのはあなたじゃないわ。それって希望よ。それを守りたかっただけ。教えてくれないか。どうして君はそこまで。じゃあ、ノア、あなたはどうして戦うの。それは、何年も前に病でお父様は倒れた。お父様が亡くなった時、私は悲しくて泣き晴らして、そしてその夜気がついたの。お父様は私を可愛がってくれたけど、褒めてくれたことはなかったなって。お嬢様、それは。うん、分かってるわ、ユーミル。お父様は私を愛してくれていた。それはとても幸せな日々だったわ。でも跡取りの息子を欲しがってたことも知ってたわ。お父様はいつも心のどこかで、だから。ねえユンカース。お嬢様、今ならお父様は私を褒めてくれるかしら。もちろんです、もちろんです。とも、よかった。ユンマ、お願いがあるの。グリム家の桃園の者がいるの。その貢献になってくれないかしら。もちろんだ、約束するよ。グリューム伯領もエルティス・ワイスも絶対に取り戻して守る。君が安心できるように。でも君は絶対に治るって信じている。ありがとう。ねえノア、大丈夫ね。顔を見たらそう思えるわ。あなたなら。それじゃあ、疲れたからもう眠るわ。ベリエル、ありがとう。
ユンカース、お願い。何でしょうか、お嬢様。頭を撫でてもらえないかしら。子供の頃してくれたみたいに。あれをしてもらうと安心して眠れるの。かしこまりました。もうここまで。行け、帝国軍の手から我らの地を取り戻すのだ。行け行け、気合い入れて行け。さてさて、我らが故郷に戻ってきたぜ。逃げ込んだ帝国軍の残党を追い詰めるぞ。メリサのやつも一緒に行きたがって、納得させるの大変だったからな。あいつが戻る時には前と何一つ変わらないようにしておいてやらんとな。帰ってきましたね、エレクトラ将軍。ああ、サラス様はもうおられないか。再びノールスターとバーラント家を支えていくことをお望みであろう。やあ、ノア君、今朝も元気かね。ああ、おはよう、リャン。うんうん、さて、大広間だ。各地での戦果の報告が来てるらしいよ。やっぱりまだペリエールのこと。うん、元気出していこう。多分そういうの望んでない人だったし。